きますよ。ねえ、おはようございます。釣り子 TV です。待ちに待ったですね、シマノのリールが一つ家に届きました。今回ね、ここに書いてあるような感じで、イタコ釣り具センター村田はじめさんのお店でね、買ってみました。まあシマノのリール買うということで予約しておけば、まあ間違いないだろうということで、初めてですね注文して買ってみたんですけども、代引き着払いっていうのができて、で今か今かと家にですね、3万円ほどスタンバイしておいて、で佐川急便さんで届いたんですけども、こんな感じの箱で届くんですけどね。でこの裏側にはちょっといろんな住所とか電話番号とか書いてあるので、これ裏側ですけども、こんな感じのね箱で送られてくるということで、安い早い安心が24時間営業中っていうことですけどね。でまあじゃあ早速ですね、開けていきたいと思います。今年もシマノから非常に多くの話題作出ますけどね、自分はフィッシングショーとかでいろいろ触って、これだな、これはもうちょっと一個買いたいなと思って買ってみたやつなんですけども、裏側から今開けてますけどね。はいはいね、納品書、あーでしっかり梱包されてますね。うおっしゃ、きたーねえ、これでなんかあとはこんな感じの冊子も一緒に入れてくれてるんですけども、これはまた中ゆっくり見ていこうと思いますが、来ました。まだねちょっと分かりづらいですね。さあ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 、あー来たー、これねえ、これ見やすいかな、バンタム MGL PG、 一番ローギアのモデルね。これをちょっと買ってみたんですけども、この箱にもう分かりやすいように PG って書いてあるんですね。で側面はこんな感じでございます。なんとも銀色でかっこいい箱ですけども、まあ箱は置いておいて、じゃあ早速開けていきますよ。こんな感じで、ああ説明書ね、説明書があって、部品表あって、あーよっしゃ来た、こういう感じで入ってるんですね。さあ、おっしゃー来たー、うわー、バンタム光り輝いてる、これはかっこいいんじゃないんですか。こんな感じで PG ね、一番ローギアのモデル買ってみたんですけども、あやっぱりね、あのフィッシングショーとかで見た通りコンパクトね、そんな軽いリールっていうわけではないので 200g 超えてきてますからね。あただこのアルミ削り出しのこのカチッとした感じ、これはねやっぱりなんか上がりますね。あーでうん、ぬるぬる、これがねあの釣り具屋さんとかでぜひね触ってみてもらいたいんですけども、ほんとねこの何回しかしただけでわかる、このぬる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 とこう回っていくこの感じっちゅうのはなかなかね、今まで軽かったとかああいうリール何台か軽かった使ってますけどね、それで感じていたこのかっちり感が、この自分なんか手が小さいんですけどもギュッと握り込めるロープロのボディで、あのかっちり感が手元にこうやって何になしでこう回しただけで伝わってくるっていうね、いやーこれはかっこいいな。
はい。で、あ、そうですね、ここはね、あのクリックオンとかないんですよ。で、クラッチ切る音とかせっかくなんでちょっと行ってみますか。行きますよ。ねえ、いやー、カチッといきますね。そんなね、柔らかくはないんですけどね、しっかりとこんな感じでございます。で、気になっていたのはここで外からブレーキ調整できるよっていうことでダイヤルがあって、あ、ここもクリック音はないですね。数字が書いてあって、で、なんだろう、このちょっと固めなんで親指の腹とかでこんな感じでやると調整しやすいかななんていうふうに思うんですけども、まあ、ブレーキなんかはね、現場でルアー投げながら、ちょっとこのブレーキシステム初めてなんで早く試してみたいな。で、あとは気になるのが、あと裏側ね、こんな感じで肉抜きされております。表結構カクカクっとしてるんですけどね、本当アンタレス風なんだけど、アンタレスがもっと流線形の滑らかな、と鏡面仕上げだとするとこんな感じでちょっと武骨な面構えっていう感じですけども、これがね、最近もっとシュッと三角形を組み合わせたようなデザインがアルデバランとかね、ああいうの多かったので、かといってちょっと前のエクスセンスとか、ああいう感じのちょっと前の丸みが多めのと違って、こういう感じでちょっとカクカクっとしたデザインでございます。で、ドラグは、あ、ドラグにはクリックオンついてます。あ、ドラグじゃない、あ、そうですね、このスタードラグクリックオンついてますね。音が鳴るのはこのドラグのクリックサウンドと、まあ、このクラッチ切った時の、あとはなんか本当最近のリールだとこうやって巻いた時とかにちょっとカタ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 とかカチャカチャカチャとか鳴る、もっとカチャカチャカチャとか鳴るイメージがあるんですけど、本当にねカッチリとしてるから静かなんですよ。こうスーッとするだけでカチャカチャっていう感じの、なんていうんですかね、まあそれが気になるってこともないんですけど、慣れてるんでそういうのもなくて、ほんとスーッとカッチリしたそんな巻き心地、これはね気持ちよさそうですよ。じゃあこのねブレーキね、フィッシングショーで開け方教えてもらったんですけど、でその後自分でもいじってみたんですけど、いまいち分かりづらかったんで実際にね開けていきたいと思います。予習していたんですけど、これをね90度に、あ、結構硬いです。90度にこのやつを動かして、で、どこやんだろう、これ怖いな、あ、取れた、こんな感じで開きました。で、こっち側ね、これがねコアソリッドボディっていうのかな、今までサイドプレートがバチョーンと開くっていうのがねほとんどの全てのベイトリールの標準になってましたけど、こんな感じで開くのはね、この横のこの丸マッチバンタムって書いてあるここの部品がスポッと取れるよ。で、完全に取れちゃうんで、これ釣り場でね
開けて水なんかに落としちゃったら大変なんで、基本は家の中でこの SVS ブレーキね調整して、で釣り場ではこのダイヤルのみいじるようにした方がいいんじゃないかなって。でまあこう開けるとね、ちょっと砂ぼこりとかね、最近もあの風強い日多いですからね、うかつに開けてちょっとした異物が入ったりすると嫌なんで、まあ釣り場で開けることはまず、ないようにしたいなと思うんですが、こんな感じで今開くことができました。じゃあ、ちょっとスプールどんな感じか抜いてみますかね。あれ、あ、取れた。はい、これが MGL スプールってやつですね。はい、この側面にねブランキングの穴が開いてるんですけども、で深いですね。最近はなかなか浅溝のリール主体の中にあって、16ポンドが 100m 巻けるよっていうですね、こういったスプールが搭載されているバンタム MGL。 こんなね、あー、うん、なんか本当一昔前の一番最初に自分買ったのはあのスコーピオンの1500とかですけどね、あんなのの感じ、まああれよりはまあちょっと新しいかな、あれもっと細かったかなって感じですけど、これが MGL スプールで遠心力の SVS ブレーキがついておりますね。でこちらボディの方は、これねもうほんとシマノならではのこのね削り出し、こんな複雑なのね作っちゃうんですね。もうほんと今までのリールと全く違う感じのボディデザインにしてきましたからね、流用じゃないよってのが感じられますけども。であとは取れるところって言ったらここかな、キャストコントロール。まあこんなのもねやっぱ釣り場で開けちゃったりすると、落としたりしたらもうそれで一日台無しになっちゃうんで、ちょっと普段開けることはないんで、今日ね買ったばかりですけど一回開けてみたいと思います。はい、あ、ここもなんかちょっとねカチッとしてますね。ベアリングがこんにちはっていう感じですけども、これベアリングがいて、でまあ不意に飛び出すバネとかそういったパーツは入ってないんで、クリック音とかね、鳴るようにするとあれはあれで気持ちいいんですけども、そうするとここにちょっとあのギザギザのパーツを追加したりとか、あとはその締め付けるためのバネが入ってて、こう開けたらピョンって飛んでいったりとか、そういうこともあるんですけど、まあ音が鳴らない分非常にシンプルでこういう感じの作りになってますっていうところですね。まあまあまあこんな感じです。いや、ただこのねネジのね目なんかもすごいねピッチが細かいんですよね。すごいなんか精密なおもちゃっていう感じで、ここ締める時もぬるぬるぬるっと入っていくんで、ちょっとここの調整するだけでも結構気持ちかったりしますよね。でギア比がこの表に書いてありますね、ギア比 5.5 だよっていうことで、バンタムはあの4種類ね 5.5 とあとギア比6台と7台と8台ね、エキストラハイギアとハイギア、ノーマルギア、ローギアってね4種類の左右左右で全部ラインナップしてますからね、ほんと自分の釣りに合った1台を選べるんじゃないかなっていうことなんですけど、自分はちょっとこのローギアリールの最新式の何かっていうのを一発欲しかったんで、今回ねこのバンタム号を買ってみたわけなんです。じゃあちょっと戻してくださいこれで、あ、ここのカチッと入っていく感じもね、はい。でこの蓋か、これが間違いない、これ上に、あ、でもあの構造はシンプルですね、ちょっと引っかかりがあって、その引っかかりがまず真上から入るように入れて、はい、入れて、で曲げればいいのかな、
あ、カチッと入った。これもね、ぬるーっと動かす。ここがね、緩くないんですよね。これをちゃんとこの角度まで戻してあげて完成。いやー、この光り方たまんないですよ、これね。え、ちょっと今照明も焚いてますけど、このアルミのボディが光を受けてね、え、こんな感じで輝くんですよ。いやー、これは上がるなー。うーん、ね、で3万円前後で買えるんで、最初バンタムが出るよなんて言った時はなかなかフラッグシップになるのかなっていうことで、4万円5万円もしくは想像せする7、8万円台とかいっちゃうのかなとか心配してましたけども、比較的まあ買いやすい、3万円前後で買えるってのはね、非常にありがたいなということで、これで今年はですね、巻物の釣りちょっと、頑張ってみようかなって。普段ね、結構ワームの釣りが多いんで、ルアーでプラグで釣るなんていうのはあんまり少ないんですけども、ただね、去年チャターベイトとかね、ああいうまあワームだけど巻物みたいな、まああと最近だとアラバマリグなんかも投げてますけどね、この時期は、そういった釣りにカチッとした作りのローギアリールで、このね MGL スプールがメタニウムの時から本当欲しかったんですけどね。ただローギアがラインナップされてないっていうことで、この前も違う動画でなんか言ってましたけどね、クローナーク MGL とか出た時にあれのラインナップでローギア PG モデル出たらな、もしかして発表されないかななんていうことでな、1年待ってたんですけども、そしたらこのバンタムが出るよね。えで、本当はね、早いところだと2月の中旬ぐらいには店頭に並び出してたみたいなんですけども、ちょっとね、この PG モデルは、一歩遅れてだよ、なんていう風に釣り具屋さんに聞いたら教えてくれて、で、今もう3月になっちゃいましたけどね、ただただ、ようやく魚も、この前もね、亀山ダムで、おかっぱりで50アップなんか釣ることができたんで、徐々に魚も、上ずって、巻物とかに果敢に、アタックしてくれる時期になってきたんじゃないかなということで、ようやく届きました。これでね、今年は鼻引きも荒く、釣っていきたいと思いますね。で、ちょっとね、この糸を入れてない状態で何グラムかっていうのを測っておきますね。はい、じゃあね、シマノのバンタム MGL PG モデルね、これは糸入れない状態で何グラムでしょうか。212g ですね。あ、220とかあんのかなと思ったんですけど、 212g でした。うーん、まあね、最近はアンダー200の 200g 以下のベイトリールなんていうの非常に多くなってきてますけどね。ただね、本当コンパクトなんで、なんですかね、嫌な感じの重さってのじゃないんですよね。この重いことによって重心が手元に来てこう集中しそうだなーっていう、なんか嬉しい重さ、特に巻物に使おうと思ってるんで、このね 200g、まあ、212g っていうのは、ここにリールのとこにこうやってガチッと支点が来ることによって、よりこうで、このヌルヌルなんで集中して巻きができるなと、嬉しい 212g っていう感じなんですね。まあただね、実際にまだ使ったわけじゃないんで、現場でね1日投げ続けてちょっと重くてもあれは使いたくないななんていうことをネガティブに言う場合もあるかもしれないですけど、今のところは非常にね、ただ快適そうっていう、それしか今のところは感じておりません。で、糸ですね、はい、持ってきました。この前もね、他の動画でご紹介したシーガーのクロロマイスター、これの16ポンドね、このバンタム MGL はクロロカーボン、16ポンドがね 100m 入るよっていうね、こういった売りでございますから、クロロカーボンの16ポンド、買っとこうと思って、で夢屋のスプールなんかに何やら、14ポンドが 100m なんてオプションパーツなんかも、今後に控えてるみたいですからね、まあ、そういったやつも買えば、まあ、年から年中16ってわけでもないですからね、どうにもこうそんな、ストラクチャーガチムチじゃないところだったら、
14ポンドでより楽に、巻いてすっ飛ばしたいななんていう気分の時もあるかもしれないので、まあ、そういった時に含めてこのオプションのスプールなんていうのも控えてるみたいなんで楽しみですね。まあ、とりあえずね、この16ポンドを100メートルっていう、これを入れてね、またちょっと重さなんか測ってみたいと思います。まずはじゃあね、あの、糸入れてきます。はい、16ポンドをね、今およそ100メートルほど入れてきてみました。シーガーのね、フロロマイスターの16ポンド。いやーね、今ね、ちょっと巻いてみたんですけども、久しぶりにこの手の、太い糸いっぱいショエルリール買ったんで、すごい巻いたなって感じがしますね。これはね、本当にいらない人にはいらないかもしれないですね。なかなか関東なんかだと、16ポンド100メートルいらないよなんていう場面も多いかと思いますんでね。ただこのロープロー、すごいコンパクトボディにこの太い糸ががっちり入れ込めるっていうのは、まあ使い方によってはすごい、アドバンテージになるんじゃないかな。例えばあのクロッグゲームとかで PE の556号をですね、がっつり、コンパクトボディのリールに入れたいなんていう人にはこれのハイギアモデルとかね、非常に役立ってくるんじゃないかななんて思いますけど、あと自分の場合はこの今ね、これ具合いい感じでいっぱい入れてきたんですけども、このローギアでさらにこのスプールがね、半分ぐらいになった時ね、そうするとこの一番フルマックスで巻いてる状態より径が小さくなるんで、ローギアがさらにローギアになるんですよね。スプール径が小さくなるっていうイメージですかね。飛距離とかはちょっと飛ばしづらくなっちゃったりはするんですけど、だからまあ一番最初はね、まずこういう感じではもちろん入れてますけど、結構ねこのローギアリールで糸巻き量が減ってから、ね、さらにこうゆっくり巻けるようになる、そんな瞬間なんかも大好きなんですけどね。まあじゃあ糸を入れた状態で、これねフロロカーボンの、16ポンドおよそ 100m 入れた状態での今度何グラムでしょうか。こうなってくるとね、226グラムね、結構糸って重いんですよね。特にフロロカーボンなんか比重の高い糸の方になるんで、さっきね糸入れてない状態だったら212グラムだったのが、糸をですねフルで今入れた226グラムになりましたよということで、これでね実際に現場で使うような状況になってきたんじゃないかなと思います。で、あとグリップにつけた感じ、これがどんな感じになるかね、ちょっと今見てみたいと思います。はい、こんな時に便利なモンスターキスの、グリップパーツね、これグリップだけなんですけど、これにちょっとつけてみたいと思います。どんな感じかな。はい、こんな感じ。あー、ほんとね、手がね小さい自分としてはこの今かなりギューッと握れるんですけどね、まあもちろんなんていうかな、たわまないしね、まあ魚かけてみたりしないと、あとキャストしてみないと分かりづらいところではあるけど、これは本当にね、このコンパクトなところにこのなんですかね、まあ軽かったとはまた違うんですけどね、こうちゃんとここら辺にもこういうところがあるんで、カチッと握ろうと思ったら握れるんだけど、本当ロープロって感じでこう、あーでね、うん、でもこれずーっとね巻いてたくなるぐらい本当ヌルヌルなんですよ。こんな感じで、ほんとね、握り込みやすいこんなボディになっております。またね、実際の使用感なんていうのは、どうにかこれで魚を釣ってこんな感じでしたよとか、投げ心地とかね、近日中にアップしていきたいなと思いますけども、最近他のまあ、シマノのリールで言うとエクスセンス DC とかね、ずっとお気に入りで最近使っているんですけども、シーバス用のまあガチッとしたリールもね、やっぱりプラスチックじゃないけど、まあああいった樹脂ボディでできてるやつね、このサイドプレートのあたりがやっぱりねちゃんと締めてるんですけど、なんかねじれじゃないんですけどたわむんですよね。
で、あとシーバスなんかでもあれ使ってたんで、まあ、でっかい70アップとか80近いシーバスとかいっぱい釣ってますけども、あとビッグペンシル投げたりね、いろいろやってるんですけど、まあそれが問題になるってことではないんですけど、若干グニュッとするんですよね。グニッと、うん、多分ねこれグニッとしないんですよね、多分この感じは。かなりね、まあガチッとしてますよ。ほんと多分使っていて気持ちいい、気持ちが高まるリールなんじゃないかな、なんていう風に想像できますけども、ちょっとね早く、南風のあったかい日とかね、あとは雨の生ぬるいあの雨が降る日とかね、スピナーベイトとかバイブレーションとかああいったのが効く日ね、あとはまあちょっと大きめのミノーとか、まあ、ルドラとかああいったのがバコバコに釣れるようなっていう時にね、ちょっとこいつ持ってって投げてみたいなって、そう感じさせてくれるリールでございます。というわけでね、本日はもう早速ね届いたんで、まずは開けてみてどんな感じかなっていうのをね見てみたいって、こういった動画なんですけども、これね、シマノの2018年、ニューリールバンタム MGL の PG モデル、これが家に届いたよ、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。